って今言ってんだけど、お笑いに行こうって言った瞬間雨。そうよ、来んなって言われてんのかね。うん、でも負けないよ。さっきまでマジ降ってなかったのにザーザーじゃない。来るなって言ってるね、どっちかのこと、ね、私についてるワルだわな。私についてるワルがこんなことしてるの、うん、やばいワルだが。ワルよ、お祓いしてくるよ。なんか肩が重いとか、なんか怖いことがあったとかってかあるの？いや、実はね、うん、私本当はマッサージとかしない人ですが。ああ、だな。もう今毎日マッサージ機当たってる家で。マッサージ機？うん、肩が痛くて、重くて左の肩だけがずっと、ああ、そうなの。もうずっと痛いので、温泉に行きたいって言ってますじゃん。あ、行ってますじゃんね、はい、行ってるね。温泉に行くんだけど、うん、取れないのよ。へえ。左の肩がね、重いし、うん、あと去年からなんだけど、うん、よく転んじゃうじゃないですか。転んだね。で、足の骨がね、どえらいことになりましたじゃん。まあなりました。どうも今年もね、うん、元旦早々階段からずっこけて。はあ、もうダメ。うん、で、ここ今また昨日もね、転んで、どうもおかしいだ。ああ、そう。うん、年明けても変わんねえんだな。すねこすりがね、ついた。すねこすりね。あのエネルギー取ってくやつだろ。うん、猫だろ。お祓いしてもらう。ああ緊張してきたな先生さ。ああ、なんかついてるよね。多分ついてないよ。なんか変だもん。どういうこと？顔が顔変。顔変。どういうこと？なんかお化けがついてそうかそうして。ああ怖い、うん、怖い、うん、はあ、怖い怖い。私が手違い今から行くところは、うん、島根県の安来市っていうところにある清水寺です。はい、ここはね、うん、まあ、どういうとこか、まあ、簡潔に30秒で述べると、はいはい、ね、お寺があって、うん、お寺に行くまでに階段がすっごくあって、はいはい、で結構綺麗な神秘的なところです。アバウトだな。あの階段登るのが偉いのよ。まあね、うん、ちょっと大変だな。うん、おんぶで。しねえよ。グリコでこう、グリコ。自分で、の足できちっと頑張って上がるから、うん、価値があるんだろう、多分。上に上がって。グリコでこう。ね、グリコって。あ、じゃんけんぽんか。あ、いいよ。グリコで登ろうじゃん。グーだったらグリコでしょ、うん、チョキだったらチョコレートで。チョコレートね。パーだったらパイナッツプル。パイナッツプルか。グーで勝っても嬉しくねえな。うん、だってこれずっと私チョキ出すよ。まあいいよ、グー出すよ。グリコだよ。あれ階段多すぎるからそれね、お笑い間がね、もう日が暮れるよ。本当だよね、やってるかね、うん、今日だいたい分からんな。登ってやってなかったらショックだね。ちょっとね、うん、え、何、よくお祓いしに行くの？お祓いは行ったことない、初。でも清水寺は小さい頃から、うん、絶対清水寺に行ってた。初詣は寺に初詣とか行くか。普通ね、行くよ。行かねえよ。安来の人みんな行くよ寺に。うん、普通神社じゃない。うん、うん、清水寺寺だがな。で、受験の合格祝い時も清水寺。なんてそんな何でもやみたいな寺あるか。もうだって鉛筆売れてるよ。合格鉛筆。うん、だるまさんも買ったし、描くやつ。ああ、そう。うん、え、寺だろ。けど、うん、寺だよ。へえ。鼻くそが、鼻くそ車につけちゃったから、ね、やめて。由緒正しいんだね。じゃあ、まあ、安来の人はよく知ってんだ、うん、清水寺。うん、羊羹が美味しいよ。ああ、清水羊羹美味しいな。うん、お腹すいたね。今ラーメン食って腹がいっぱいやって話じゃなかった？うん、今ラーメン食べたけど、なんかついたって話してた、さっきまで。やばいやばい。なんか清水寺に近づいてきた、だん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 、うん、眠たくなってきた。あ、そう、お前ずっと眠いじゃん。それ尻が暖かくなったけどね、シートヒーターで。着いたー。はい、じゃあ行きましょう。レッツゴー。さあ、清水寺の入り口まで来ました。もう まだ駐車場からちょっと歩いただけだからな。階段これからだからね。あー、行こうか。レッツゴー。行こう。雨がすごいね。雨すごいね。さあ、階段長いね、結構。最初はグー。
じゃんけんぽい。オッケー、俺の勝ち。グーリーコ。じゃん、グー、じゃんけんぽい。じゃんけんぽん。ちーよ。これいと、これさ、今見たらさ、4時にまでにはこれ終わって、5時に完全に下山しようって書いてあるんだけど、このペースだと絶対間に合わん。3時ぐらい今多分ね。そこ頑張れ。イエーイ、早く。早いこと。はい。この川の音がいいね。川の音がサラサラサラって。聞け周りを。すごい。コロナの影響はどこでもあるね。手も洗いね。手も洗いね。平気だったよ。8分耐えられねえな。行くよ。よし、ラスト登ろう。この上だね。うん、ついてきて。あそこか。はい、本堂内撮影禁止なので撮影はここまでです。いかがでしたか？よかった、気持ちよかった。なんか気持ちよかった。生まれ変わった気分。あ、そう。先生は？僕もよ。ねえ。うん、完全にいいよ。なんか光ってるよ。光ってる。うん。5個が刺してる。うん、私は？刺してる。いや、よかった。どう？あ、いいわ。爽やか。目がチンバだったの治った？治った。はい、よかったね。美人になるかな。さあ、無事祈祷が終わって、あとは帰るだけです。下山も終わりました。よかった、よかったね。下りは早かったな。そうなんよね。ちょうど私のバサッとね、生まれ変わったわって歩いてたらドソー落ちてきたね、木からね。生まれ変わってねえわって言われてたツッコミだと思うよ、神様の。神様にも突っ込まれた。はい、じゃあね、ご参拝ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいって書いてるからね。よし、じゃあ気をつけて帰ろう。バイバーイ。じゃーん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆり先生のひかチャンネルでは日常的な医療的な疑問に答えております。毎週水曜日は9時から生配信もしてます。あとはインスタグラムやTikTokもやってます。はい、見てね。バイバイ。いいですか？いいよ。